らはいどうもこんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、本日から登場しました移籍の指名契約権ということで、こちらの10位選手が登場ということになりました。冬移籍にて移籍をした選手が基本的に登場しているということで、ジョアン・フェリックスからアレクサンドロ・モレーノまで、登場したということになっております。まあチェルシーから2選手、そしてマンチェスター・ユナイテッドから2選手登場しておりますので、ここら辺のサポーターの方はぜひね、獲得していただければと思いますけども、まあこのチェルシーからはムドリクが初登場ということになりましたので、しっかり紹介していきたいと思います。早速ジョアン・フェリックスの方から見ていきましょう。どうぞ。ということで、アトレティコ・デ・マドリーからチェルシーに移籍しましたジョアン・フェリックスですね。フェリックスに関しては基本的にまあドリブル能力強化だなというところで、今週ライブアップデート A ですんで、ぜひね、使っていただければというところなんですけども、今回最大レベルは29まで育つということになっております。まあ、ジョアン・フェリックスに関してはドリブル能力であったり、決定力80に乗せれるのはありがたいですね。まあ、スピード瞬発もある程度ありますし、ボディコンも85ということになっております。逆足の頻度が最高ということですね。で、スキル面で見ると8月8日の分と比べるとかなりね、追加となっていますので、ぜひ今回のフェリックス使っていただければと思います。続きまして、パックのジョアン・フェリックスとの比較になります。まあこちら10月6日に登場しているんですけど、ボールキープがマイナス3ですね。決定力であったりスピードはプラス3ということになっております。まあ10月の方はですね、まあポゼッションからロングボールまでのチームプレイスタイル90ではなかったので、ここにタレントポイントを使い分ける必要があるということを考えると、個人的にはチェルシーの方がいいんじゃないかなという印象ですね。続きまして、12月19日の国のね、アタッカーで出ましたジョアン・フェリックスの比較見ていきたいと思います。オフェンスセンスがマイナス2というところなんですけど、パス系であったりスピード瞬発キック力がプラスということです。まあ、前回最大レベル22ですんで、それは今回の方がタレントポイントを振り分けることができるというところを考えると、ぜひ今回のフェリックスに乗り換えていただければというところですね。続きまして、バイエルミュンヘンに移籍しましたゾマーということで、まあノイアーがね、長期離脱ということになりましたので、ゾマーを獲得したという背景がありますが、ゾマーに関してはジャンプであったり GK センス、キャッチングが前回よりマイナスという結果になっています。まあ最大レベルが24から19に下がってしまいましたので、これは前回のゾマー使っていただければと思いますが、12月26日に登場しましたゾマーとの比較ですね。ヘディングがマイナス1ということで、他はプラマイゼロですんで、まあ前回育てられている方は前回使っていただければと思いますし、まあ今回抽選契約権で獲得できますんでね、ぜひ獲得していただければというところですね。続きまして、アーセナルに移籍しましたジョルジーノということで、まあチェルシー関連の選手というところで考えると、かなり登場しているという指名契約権のガチャなんですけども、まあアーセナルのジョルジーノということで紹介していきたいと思います。まあ今回のジョルジーノは最大レベル24ということで、まあある程度育てられるのかなと思いますけども、ドリブル能力、グラウンダーパスプラスで、ディフェンス能力に関してはプラスということで、まあ結構上がり幅が大きいなというところですね。スキル面で見ると闘争心がなくなって、キャプテンシーが追加という結果になっています。まあ逆足の精度が高く、上昇の波が小さいので、ぜひアーセナル使うと思っている方はこのジョルジーノを使っていただければというところですね。続きまして、マンチェスターユナイテッドに移籍になりましたザビッツァーということで、初登場の選手に関しては通常と比較してもまああまり関係ないのかなと思いますので、今回はまあ比較はせずに見ていこうかなと思いますけども、まあ基本的にドリブル能力、パス系に振り分けております。まあそうすると瞬発力であったりキック力に関してもある程度高くなってくるなというところ、プラススタミナ高いですね。ここら辺は中盤の選手としてありがたい部分かなと思いますが、2列目の選手としては決定力もう少し振り分けてもよかったかなというところですかね。まあそう考えると、スキル面で根下であったりミドル、ライジング、ワンシュー、スルーパス、ここら辺のスキルはかなり有能なんですけども、まあ調子の波が大きいというところがネックですね。続きまして、ラロハ、サラビア見ていきましょう。サラビアに関しては、今回ドリブルとクイックネス基本的に上げております。前回12月19日に国代表のアタッカーとして出ていますので、こちらと比較しながら見ていきたいと思いますけども、まあ、前回との比較で言うと最大レベルですね、23から32で9つも上がったということで、ここはかなり大きな点かなというところで、基本的にドリブル能力であったり、まあ瞬発力、オフェンスセンスですかね、ここら辺に振り分けていただければと思いますけども、スキル面で見るとダブルタッチ、ドロップ、ミドル、ワンシュー、スルーパス、まあ、有能なスキルある程度あるなというところですかね。まあ、ぜひ、このサラビアに関してはドリブル上げて使っていただければという印象ですね。そして初登場となりました、チェルシーに移籍しましたね、ムドリクということで、まあ、アーセナル間違いなく来るだろうと考えていたら、まあ、さかのね、チェルシーということで、本当のチェルシー、すごいお金使ってるなというところなんですけども、ムドリクに関してはドリブル能力ですね、まあ、左のウィングということで、ここら辺しっかり上げていますけど、まあ、めちゃくちゃ能力値が高いというわけではないのかなという印象でした。スキル面で見ると、スーパーサブであったり、ワンタッチパスを持っていますので、まあ、そこら辺ですね、かなり使用感は良くなってくるんじゃないかなと思いますけども、まあぜひスパサブネで出していただければと思います。というのもスタミナがかなり低いので、ぜひね、後半から出していただければというところですね。
続きましてマルセイユに移籍になりましたマリノフスキということで、マリノフスキに関してはある程度能力高いなというところで、まあパスドリブルクイックネスに振り分けると、まあオフェンス80代ですし、ドリブル能力パス系もまあ一定の能力者あるのかなというところと、あとはキック力90代まで乗せたという結果になっています。これかなり高いですね。スキル面で見るとかなりシュート系多いなというところで、今回無回転ドロップライジング、ここら辺しっかり持っていますんで、まあこのキック力もうなずけるなという能力者になっているのかなと思います。まあどうですかね、調子の波が小さいですし、まあワンチャンありな選手になっているのかなというところですね。続きまして、マンチェスターユナイテッドに移籍になりました、ベフホーストということで、ベフホーストに関しては、得点能力かなと思います。オフェンスセンスであったり、まあ、空中戦の能力かなり高いなというところの反面、やはりスピード瞬発は抑えられているなというところですね。まあ、身長が197センチありますんで、ぜひ、空中戦でね、クロスゲーで使っていただければというところなんですけども、前回のオランダ代表のワールドカップで出ました週刊 FP との比較見ていきたいと思います。まあ、そうすると、かなり前回強いなというところ、プラス、前回スパサブ持っていますんで、でこれは前回の方後半から出して使っていただければというところですかね。続きましてセンターバックロブレン見ていきましょう。リオンに移籍になりましたね。まあ、前回クロアチア代表出ていますので、こちらと比較しながら見ていきたいと思いますけども、まあ、基本的に最大レベルそこまで差異はないというところと、あとはそうですね、ディフェンス能力でいうとボールダッシュ、アグレッシブス高くなっているんですが、ディフェンス率がかなりマイナスという結果になってしまっています。あとはスピード上がっていますが、瞬発力がマイナス5というところで、あとボディコンであったりっていうところもマイナスですね。で、スキルブロッカーとスライディングタックルが追加となっていますけども、能力下で見ると間違いなく前回の方がいいんじゃないかなと個人的には思っております。そして続きまして、エスパニョールに来ましたセサル・モンテスということで、モンテスに関してはセンターバックとしてディフェンス能力基本的に上げております。脚力とエアバトルも振り分けておりますけども、まあ、ディフェンス能力ある程度あるんですけども、まあガチスカ隊で使えるようなセンターバックではないのかなっていうのが、正直な印象ですね。そしてラストはベティスからアストンビラに責任になりましたアレクサンドロ・モレーノということで、モレーノに関しては、まあ、サイドバックですので基本的な能力値の上げ幅っていうと、パス、ドリブル、クイックネス、脚力になってくるのかなと思いますけども、全く同じ上げ幅にしてみました。まあ、前回がチームプレイスタイルにタレントポイント振り分けないといけないので、ここら辺がマイナスな点で、あとはまあフライパスであったり瞬発力プラマイ3という結果になっていますね。まあ、サイドバックラテラルとしては、まあピンポイントクロス等のスキル持っておいてほしかったなというところですね。はい、ということで本日はですね、2月16日から登場しました指名契約で獲得できる冬移籍の選手たちということで紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあチェルシーからジョアン・フェリックスとムドリック登場しておりますし、あとはアーセナルのジョルジーノ、マンチェスター・ユナイテッド、ザビッツァーであったりベフホスト、まあこの冬を賑わせた選手たちがちらほら登場しているということですので、ぜひね、注目な選手がいれば獲得していただければというところです。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。